前方に移動して、ここでターンをして、でクロスで入って前に出るというところなんですが、前方に出ていってここでターンをしたいんですが、まあこのストロングサイドに対しては非常にスムーズにできるかと思いますが、これが外側に対応してからのウィークサイドへのターンを入れていくと、外側に対応しようとしてウィークサイドを取られてのこのステップの切り返しからクロスに入っていくと、下半身半身になって止まろうとするんですが、上半身も半身で止まろうとしてしまうと、このステップの踏み替えが、骨盤が回旋せずステップの踏み替えができなくなるので、体は極力正面に残しておいて進行方向に内側のアーチを感じて出ていくというトレーニングですね。